演武開演。どうも、私のつれつれなる日常演武さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、あとお母さん新聞、北海道産玉ねぎのオニオンスープを飲みたいと思います。オニオンスープ、なんとなくレストランとかで出てくるようなイメージですけど、これ本当にここまでやれるのかな。うわ、玉ねぎの香りは結構しますね。でもオニオンスープって大体甘いんですよね。よく煮込んであるからなんでしょうけど、ではいただきます。甘くてトロトロですけど、ほんのりとした食感のある玉ねぎがコンソメの風味のスープに見事に溶け出していて、とっても美味しかったです。こういうスープもっといっぱい飲みたいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。